にちは。カメメミと、三位柴犬サニーの、玄関先で届いた宅配物を開けるだけのシリーズでございます。いつも、ありがとうございます。お久しぶりでございます。ありがとうございます。またちょっといくつかございますが、今、冷凍が参りましたので、あ、これは冷凍は早速ということで、なんか最近、更新のタイミングが、冷凍とか冷蔵が来た時になっておるようでございます。あら、どうしたのサニーちゃん。何してるの？どうしたの？サニーちゃん。こうちゃん見てるよ。よしよし。はい、ではまず、もう、あったかくなってまいりましたので、冷凍から開けます。はい、冷凍がですね、これがですね、はい、食材室さんでございまーす。はい、食材室さんといえば、ワインに合う美味しいものでございますが。開きました。おほほほ。今回は新しいものが意外とございますね。まずは、これは、コンビーフでございまーす。昔ありましたよね。台形の缶詰みたいに。今もありますかね。パカってやって、なんかこう、キッて言って、こう、クリン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 、パカってやる美味しいコンビーフがありました。なんか最近あんまりコンビーフを食べないので、はい、食材室さんにコンビーフあったから、あ、面白そうと思いました。こういう感じでございます。続きまして、ほいほい。これがですね、4種のグリルミックス野菜ということで、これすごく、お買い得でした。ズッキーニとナスと赤ピーマン、黄色ピーマンが入ってるのでございまして、これ冷凍のお野菜3つでございます。はい、こんな感じでございます。はい、続きまして。ほうほうほう。これなんかわかりますか？これ。ね。なんか、ラムネみたいですけど、これ、モッツァレラチーズだそうです。モッツァレラチーズの、この前、花畑牧場さんの丸いやつをいっぱい買ったら、結構あれ、その時の気分で、普通のモッツァレラだともうね、ほとんど、100g だけど、ほんのちょこちょこっと使いたいとかですね、そういう時にこの冷凍、この、いいですね。はい。こんな感じでございます。これは、イタリアのモッツァレラでございますね。うん、パールタイプと言いそうです。あ、それラムネみたいじゃなくて、真珠のつぶつぶみたいな感じです。はい。続きまして、あ、これ、重宝さん。これ大変重宝します。これは国産の生ハムなんですけれども、もうこれは、小さく、こう、カットして、少しずつラップして、毎回食べるときにちょっと出しといて、で、解凍して、自然解凍で、普通に生ハムとして食べたりとか、あと、ハム代わり、コンビーフ代わりにも、コンビーフじゃないや、ベーコン代わりにも、なります。これ本当に重宝でございます。はい。ということで、以上、はい、食材室さん。これが、こんな感じで、全部で、こんな感じでございます。はい。ワインがね、美味しい季節というか、一年中美味しいですけど、はい、嬉しいですね。はい。じゃあちょっとこれ冷凍、解凍するといけないんで、冷蔵庫に入れていきます。続きまして、これはもう、リピート、リピート、リピートでございます。美味しくてお買い得なんですよね。割れチョコでございます。この割れチョコがですね、美味しいんですよ。お得なんですよ。400g で。チョコ大好きでね、チョコ大好きでね、子供の頃間違って食べたことがあって、チョコ大好き、ブルブルブルいきますけどね、あらららら、あら、あらら、いただきます。うん、コーヒーに合います。続きましてこちらです。チョコがこぼれてないかチェック中なようですね。こぼれてないですよ。はい。続きまして、こちらでございます。これは食べ物ではございません。これは前々から欲しかったんですが、いや、意外と簡単にお手軽に買えるんだなと思いまして。カードリーダー。
マイナンバーカードとかもこう挿して、まあどういう仕組みかよくわからないんですが、楽天で一番売れてて一番お手軽で、あの私のようなおばあさんでも使いやすいですよっていう感じでおばあさんが乗ってたので、あピタリと思いまして買ってみました。はい、いつも何人かの方が、動画を楽しみにしてくださってご覧いただいております。ありがとうございます。そしてなぜかワンちゃんが、一頭のワンちゃんが楽しみにしてくださってます。毎回私たちがこう出るとですね、前はこうガッとテレビの前でガン見してくださってましたが、最近では落ち着いてちょっと離れたところから、見てくださってるということでございます、東京のこうちゃんというワンちゃんでございます。今日もこうちゃん見てくださってますか、こうちゃんね。で、この前その、この動画で、サニーの顔をアップにしたら、こうちゃんが、面白いと思って喜んでくれるかなと思いまして、サニーをどんとこう、お顔をつけてですね、その、こうちゃんのお宅のテレビというのはもう、すっごい大きくてですね、サニーの顔をアップにすると、多分サニーの顔がこれぐらいになるんではないかと思いまして、こうちゃんが、わ面白いと喜んでくれるかなと思ってしてみたんですが、誰ですかみたいな感じだったそうです。その写真を送っていただきましたので、ご紹介します。こんな感じです。3人の顔がアップ。でっかいですね。で、もう一つ前に送っていただいたのはこんな感じでございます。ですから、これだとこうちゃんと、サニーがほぼ同じような体でしょうか。やっぱりこう同じぐらいだと仲間がいるのかなと思ってね、見てくれてます。これぐらいのサイズ感が良いようでございます。はい。ということで、いつもありがとうございます。ありがとうございます。こうちゃん便利な世の中ですね。島根の田舎の山の中の地味な玄関で、こうちゃーんと、お声掛けしますと、大都会東京のおしゃれなお住まいの大きな画面でこうちゃんが見てくれるということで、不思議な感じがいたします。はい。ということで、今日もありがとうございました。皆様ありがとうございました。これから先ちょっといろいろ、ご紹介したり、お伝えさせていただくこと、あとフランスのマッキさんからも、素敵な、また情報、フランス情報をいただきましたので、またご紹介させていただきます。はい。明日はですね、久しぶりに、柴犬のワンちゃんの空港でのお出迎えに行こうかと思います。はい。今日もどうもありがとうございました。サニーも一緒に行くよ。でも、サニーはお出迎えできないんですよ。なぜかというと、サニーは3人姉妹のでございまして、お出迎えは石号の子孫。石号の子孫は新州系の柴犬ちゃんなわけでございます。サニーの父ちゃん、じいちゃん、父ちゃん、じいちゃん、父ちゃん、じいちゃんとザーッと行っても、石号には行かないんですね。モクという、ワンちゃんに行きます。ね。あなたモクちゃんの、でもモクも、今見の犬ですからね、あなたも赤州犬の血をね引いてます。はい、ということで今日もありがとうございました。ありがとうございます。